現地9月なのか、MLB 公式サイトは、より歴史的なシーズンを送っているのはどっち?と題した特集記事を配信。同サイトの指揮者9人がこのテーマでそれぞれロサンゼルスドジャースの大谷翔平、ニューヨークヤンキースのアーロンジャッジを比較しており、アンケートの結果、5対4で大谷票がジャッジ票を上回っている。歴史的なシーズンと言われたら大谷だろうね。前人未到の記録だし。ジャッジ最近全然打ってねえしな。ジャッジ絶不調だからワンチャン大谷に本塁打抜かれるかもな。さすがにそろそろ打ち出すと思うが。大谷がジャッジ並みの守備してたらはどうなるの?結局王だけでは決まらないってこと?ジャッジって自分のキャリアハイすら超えれてないから今年は普通に大谷だろ。結局盗塁しかいいとこないんだろ?これで大谷ならジャッジかわいそう。でもジャッジってヤンキースタジアムだから内席して他の球場をホームにしてみてほしいよね。ヤンスタは左打者には天国だけど右には地獄やで。盗塁4個でホームラン1本の勝ちらしい。盗塁とかどうでもええから圧倒的にジャッジ。2015の柳田と山田で柳田のがすごいと思うやつはジャッジ派、山田のがすごいと思うやつは大谷派。どっちもすごいじゃあかんのか?ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。